ボンジョルノトゥッティーコメバーいや、今日もやってまいりました。ででんでんでん、イタリア式ボイストレーニング。声の芸術家、相川洋介だ。今日もぶっ飛び決めるぞ、ドリアー。はい、今日のお題、ドゥドゥンドゥン。私、上がり症なんです。どうすれば緊張がほぐれますか？ああ。そうだよね、そういう人いるよね。やっぱしょうがないよな、だって。誰もがこんな話し上手とか話すの好きなわけないよね。うん。だから、その無理にね、その上がり症の人がね、無理になんかこう、克服しようなんてしなくていいと思うんですよ。うん。喋るのが好きな人がね、喋ったらいいしって、それじゃ話が始まんないだろ。で、どうしてもね、その上がり症を克服したいんだっていう方には、おすすめしたい方法がありますので、ご紹介してみたいと思います。いや。30秒感動スピーチ。何かというと、30秒間で、ちょっとね最近感動したことを話してみるというスピーチなんですよ、うん、スピーチっていう言葉を使うとちょっとなんか難しいな、ちょっとなんか緊張しちゃうなっていう人もいるとは思うんですけど、30秒ってね本当あっという間ですよ。ちょっとやってみましょうか。じゃあ私が言ってみます。30秒感動スピーチー。はい、こんにちは。30秒で感動した話ということでお話ししてみたいと思います。最近感動したこと、それは我が娘が生まれてきてくれたことです。その中でも特に感動したのは最初の瞬間でした。今このコロナのね感染症の件があるので病院には入れなかったんですけれども、赤ちゃんのね動画が病院から届きました。で見た時に赤ちゃんがうーんとこうねなっていて、それから生まれた瞬間ですね、うん、息をこう吸ってほにゃーって言ったんですよ。でその時のほにゃーっていうのがもうこの辺のね体を全体をこうギューって使ってふにゃーってやったんですよ。あれ見てね、これが本物の声だなと思いました。ということで30秒で最近感動したお話ということでした。で余裕で30秒超えましたね。すいませんでした。一つのネタを話すだけで30秒なんて一瞬で終わってしまいますよ、うん、しかしスピーチ力、会話力というのはこういう風にワンスピーチワンメッセージという風に言われているんですよ。いろんなことを話す、それもいいですけれども、まずはほんのたった一つのことをね話すという練習をしてみればいいです。でどうしてもやっぱり上がり症、緊張をね克服しようと思うと、それは心理学的なねメソッドももちろんあります。そういう方法もうちではやったことがあります。ですけれども、どうしてもやっぱその数をねこなしていただくということがねやっぱ確実だと思うんですよ。で30秒のねスピーチ、感動したこと、なんか笑えたことでもいいですし、ためになることでもいいんですけども、そういうねなんか一つのテーマを決めて独り言で構いませんので、話してみてください。ほんのねそれだけの工夫で、上がり症、緊張というのはかなりほぐれるはずですよ。そして会話力もアップします。会話力がアップするとどんないいことがあるのかっていうと、それは会社のねスピーチプレゼンテーションにも役に立つとは思うんですけれども、初対面のね方、それこそ恋愛面でも女性とね、いい女性とこうお付き合いしたいなという方の時に、やっぱりどうしても最初の初対面がすごくその人の印象になってしまいますよ。女性に関してもそうですね。ブスッとした顔で男性と会った時に、え、見えるわみたいな、その綾波レイじゃないんだから、そういうクーリービューティー的なのって別にそんなみんな求めてませんから、やっぱこう話がね盛り上がった方がいいわけですから、そんな風に、30秒で感動したことというスピーチを使ってみてはいかがでしょうか。ということで今日のボイトレはこれで終わっていきたいと思います。病院には入れなかったんですけれども、赤ちゃんのね動画が病院から届きました。で見た時に赤ちゃんがうーんとこうねなっていて、それから生まれた瞬間ですね、うん、息をこう吸ってほにゃーって言ったんですよ。